はい、皆さんどうも、こんばんは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、原神の方でね、遊んでいきたいと思います。星と深淵を目指せ、ようこそ冒険者協会へ。いつもお世話になってます。よろしくお願いします。そう、今回はね、冒険ランクがね、上げられるというか、なんか上限突破のなんか試験みたいなのが受けられるはずなんだよ。それ受けたいんだよ。これどうやって受けるっけ。あれ、これこっから受けるやつじゃないか。え、待てよ、上限突破、なんか秘境みたいなの行きたいのかな。どれだっけ、完全に忘れた。そんなさ、頻繁に上げられない。最初の方はさ、上げられたかもしんないけどさ、だんだんさ、上げられなくなってくるじゃん。これ？やばい、事前に調べてこいって話だな。どうすると違かったら。これじゃないっけ？これ、え？火と氷とまでしか見えなかった。なんだった？槍火にと磨きを氷かけるよ。と、あれ、何のマークだ？楽しみだ。何のマークだ？次は何が風あるか。か。風がないのか。風？風？どうしようかな。いや、主人公を風に変えてこようか。主人公、風元素ね、最初ずっと使ってたもんな。てか、なんか最初ね、変え方があんま分かんなかったりとか、なんかまあ、主人公普通に風使えるから楽だし、まあいいかと思って、てかもう元々風元素のキャラクター全然持ってなかったから、まああんまガチ引かなかったからな。だからもう風は主人公のイメージが今は強いかな、まだ。今後ね、なんかガチャ引いて、いいの出て、バキバキに育てて、そいつが超強かったら全然いいけど、偵察記事シャンビンの方が強いかもしんないけど、弓矢いた方が便利だからな。たまにさ、ない。弓矢いた方が絶対いい時、このギミック的な話で言うと。だからこういう秘境系行く時はね、一人は欲しいな。やっぱ弓矢的なあれが。いいですね。相手もあると信じてた。これでさ、ほんとさ、頑張ってさ、オッケーみたいな感じでさ、やってんのにさ、ノーアイテムだったら、まあまあ切ないよな。とりあえず、多分ね、ここね、絶対に倒さないとダメな敵と、別に全部倒さなくても、その先に進める敵とって2パターンあるはずなんだよな。さっきの入り口のとこにいたヒルチャール倒さない。これ、あ、ダメなやつだ。これダメなやつだ。これは、絶対に倒さないとダメなやつだ。倒さないと先進めない。なんか、扉が、なんていう、閉まったのかな、あれ。え、そっち？違う、でかいヒルチャールに、こう行きたかった。どっちかっていうと、盾がさ、めっちゃあるじゃん。だから、これをあれしたかった。なんでだよ。いや、なんかあったら、とりあえず、バーバラで回復すればいい。危ない、危ない、危ない。飛んでくんのやめろ。危ねえよ。誰が許可したんだよ。危ねえよ。あ、こっちで怖やい。ってなってない。一言も。そんなこと一言も言ってない。むしろ、こっち来るなよ。危ねえ、危ない、危ない。危ねえ。やられてくれ。それで火の元素とかあったらな、もっと燃え広がるけどな。ちょっと誰だっけ？ウサギ伯爵か。もうちょっと早く、あ、ちょっと待って、目覚めそう。いや、ごめん。やばい。あ、これ投げられねえとかよ。ウサギ伯爵投げてやろうかと思ったのに。ついてくやれるかな？伯爵。そう考えたら伯爵いいな。めっちゃありがたくない？おとなしく最初しやがれ。さ、伯爵さ、なんて生き物かと思ったんだよね。ガチで。生き物っていうか、なんかちょっとグーパーとかってさ、まあ、生き物ではあるじゃん。なんか、何の種類なのかわかんないけど、妖精とかさ、本当のタヌキとか、それがタヌキの見た目してこいつるだけで、なんかまだ別物なのか、詳しいことはわかんないけど、お前なんかは先人的永遠なあでれとす。か、そんな感じで、なんかそ怖の、い。物じゃないと思ってて、なんかウサギ伯爵もなんかあんのかと思ったんだよ。え、ウサギ伯爵ってさ、ガチ爆弾じゃない？違うのかな？こいつなんはかどう？どういうシステムかとか、何素材なのかとか、その詳しいことは知らないけど、多分ちょっと待って、やばいやばい。この攻撃ガチ苦手。一回さ、当たったらさ、もうなんかもう逃げられなくない？壁とかに追いやられたらガチ終わりじゃない？普通に。あれはね、めっちゃ苦手。まあ、ただこれのいいところは、水元素とやっぱ氷元素はありがたい。凍ってくれるから。アンバーでめちゃめちゃ怪盗と、妖怪か。するからね。ウサギ伯ああ爵、だったら、ミュージッ強いよね。人を、風で、みたいな。けど、風と、もう一個なんか、元素でわーってするんだったら、火のイメージしかないかもしんない。雷とかもいけんのかな？だから何元素だったらいけるんだ風邪ろう。ひくなよ。逆か。何元素はダメなんだろう。
水とかいけんのかな、逆に氷とかわかんない。いや岩は無理じゃない多分。岩原則の風のあのイメージがあんまないかもしれない。おとなしくしよう。あ、全然凍らねえじゃないかよ。なんでだよ。タイミング的に多分よくない。あ、ちょっと待って、それは無理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 。今逃げられて終わった。危ない。危ない、今日は。本当に危ない。ちょっと本当に危ない。もうスタミナないぜ。だからさ、やばい。このずっと走ってるっていうのがやばすぎる、普通に。なんだよ、こいつら。やばい、回復もしたいし、危ない。攻撃もしたいし、忙しすぎる。やばい、飛んでくる。あ、そっちね。今自分がいた場所を直接飛んでくるかと思ったら、ちょっとなんか違う。あ、もう。なんだよ、こいつ。やばい、もう伯爵は、どうしよう。あ、やべ。あ、消してるなー。こいつ意外と、あー、いや、間に合わなかった。もうちょっと火つけてたから、風で燃え火用が、燃え火、なんていう、その、わーってやろうと思ったんだけど、ちょ、普通無理だったわ。やばい、伯爵。いや、さ、これさ、一個さ、疑問があるんだけど、そこどっちから倒したらいいの。なんかどっちもさ、なんか近くにさ、自分のね、まあ、攻撃しやすいとかさ、そっち系選んじゃうけどさ、なんかあんのかな倒し方。それこそあのでかいやつをダウンさせてる間に盾持ってるやつ倒すとかさ、まあなんかどっちかだけを集中的にさ狙うとか多分あるじゃん。戦い方って何が正解か全然わかんない。いまだにどうしたらいいんだろうね。ただまあ水と氷で動かないようにすれば、こっちがやられる心配が少なくなるから、そこはめっちゃありがたいけどな。いや、でも問題はさ、それはさ、全然いいけどさ、他のキャラクターがさ、必殺技溜まった時とかさ、ちょっと使いたくなるよね。あ、やばい、今必殺技いけるわ。ちょっとで使うか、みたいな。盾問題ね。盾はな、もう燃やすしかないもんな。あ、いや、まあ、壊せるけど、物理的に。時間かかるから、多分強い人とかだったら、そんな時間かからずにさ、普通にもうバッキバキいけるかもしんないけど、残念ながらそこまでの力量がないから、あ、ちょっと待って、あ、危ない危ない。ガイア先生、うわーってなってるから、やめてやれよ。びっくりしてる。そんな綺麗にうわーってなると思ってないから。あ、来たなー。やばい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 。風と共に。やめてくれ。あ、きついね。めっちゃいいじゃん。え、今気づいたわ。主人公のさ必殺技ってさ、壁際でさわーってやってさ、他の元素と混ぜたらめっちゃ強くね。え、ま、今までで一番うまかった気がする。ってか知らなかったもん、あんな機能あんの。大体さ、なんかわーって旅立っていくじゃん。なんか水辺とかで小さい敵とかだったら持ってってもらって、もう水に沈めるしかない、ちょっと近いのかって思うけど、そうか、そういうね。ない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 。なんかアンパが話しかけてくれてたけど、今、ちょっと待って、全然当たんない、全然当たんない。あ、ちょっと待って、下手くそすぎる、下手くそすぎる。ちょ、エイム力がちょっと低すぎる。もう低いとかのレベルじゃない。大丈夫。手震えてんのっていうぐらい下手。ちょ、待ってくれ。あ、それは当てられるんだ、なぜ。謎すぎじゃない。なんで、やばいやばいやばい、お前もうちょっと、もう一瞬こっち向いてくんね。一瞬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 。一瞬っていうか、あ、そう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 。あ、ちょ、それやばい。これ後ろっていける。無理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 。それは無理。それは今断った。いや今無理だよって断った。こいつ話聞いてるよ絶対。こいつはどうだ今、無理すぎたな。どう頑張っても一回アンバー回復しよう。せっかくね、あれだけどやばすぎる。ああやばい、ちょっとずつ動いてるわ。ちょっと待って、無理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 。そんな重い、いやもう振りかぶりすぎ。あ、やばい、それはあんな振りかぶられても困っちゃうよ。やめてあげる。やられちまうだろ。やばい、やられてくれ。あんましなかったわ。やばい、このさ、グワグソパーじゃねえよ。アンバーのさ、ウサギ伯爵のさ、割れるタイミング、爆発するタイミングが未だによくわかんないんだよね。まあ、攻撃したりとか自分がね、で、敵から攻撃されたりとかしたら多分、通常時よりは割れやすいと思うんだよ。まあ、例えば、10秒後に出してね、これ爆破しますとかだったら、消えるんだ。まあ、その攻撃した分早くなるから、まあ、長くなるよとかさ、5秒ぐらいで割れるよとか、多分あると思うんだけど、わかんないけど、実際なんか何もしなければどれぐらいで割れるかわかんないから、なんかそのタイミング悩むんだよ。爆発した時になんかしたいなとかあるじゃん。それこそさっきのさ、主人公もさ、風元素使う時にさ、なんかの元素があった方が強いの分かってるから、あわよくばこの火をさ、あれしようかなと思ったわけよ。でも どうしていいか分かんなかった。タイミングは分かんない。だからそれか割れ、あ、危ない、ちょっと待って、そう。割れる時にさ、なんかあるよとかだったらいいけど、なんか、点滅しますとかさ、なんか落としますとか、なんでもいいけど、特に何もないと思うんだ。なんかあんのかな、自分が気づいてないだけで。
ちょっと今日ゲーム終わってんな。今日だけみたいな時は、でも日頃から終わってっけど、今日やべえな。やばい。ひえー。え、これダメだな。危ない危ない危ない。今走ってたよ。走ってたよ。やばい。完全に、やばい。早くやられてくれ。ちょっと待って、ここのバトンが長すぎる。ちょっと待ってくれ。もう HP というか集中力切れてきちゃったよ、あゆの本体ね。やばい、もう頼む。本当にもうやられてほしい。てかさ、これさ、ここで終わりじゃないからね。この先どうなんの？やばすぎるって。回復がいるだけはまだいいけど、これ回復いなかったら絶対終わってるよね。どうするんだろう。もうどうもしないけど、もう頑張るしかない。シンプルに。絶対やばいもんな。やばいやばい、急ぎ急ぎ急ぎ、早くやっつけろ早くやっつけろ早くやっつけろ。もう逃げ道はないよ。いいですね、もう必殺技使えたらな、嬉しいな。強いの分かってるから。やばい、遅かった、ちょっと一歩遅かった、やっちゃった。でもまあ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 いいでしょう、風と共にさ、まあまあいいでしょう。やばいな、もうこれガチでやめてほしい。動けない、強い、邪魔、だるい、もういいことない、あいついいことない、マジ頼む、本当に。なんか、あ、でも普通に再開すんのか。あれでさ、もうこの攻撃がさ、終わってくれたらいいのにね。そのまま、なんかリセットされるじゃないけど、全然ダメだね。あ、それで言うとさ、最後100尺の一番いいとここれかもしんない。タゲ引いてくれる。さっきさ、こっち来てたじゃん。けどさ、ウサギハゲ、あ、ごめん、終わる気になっちゃう。ウサギ、伯爵、な、一瞬良くなかった。ごめん。うさぎ伯爵さ、投げた瞬間さ、敵がさ、飽きてったじゃん。そう、こういうことは、ほら、ジャンプとかもさ、伯爵の方行ってくれんじゃん。なんか、アンバーじゃねえわ。うさぎ伯爵のいいとこは、絶対それ、ダントツでそれ。いや、わかんない。他にはあるかもしれないけど、もちろんね。やばい。あぶね。個人的にはそれがもう猛烈に感謝してる。その機能のキャラクター揃えたい。他にいるんだったら。あ、クーパーってさ、タゲ引いてくれるのかな、タゲは引いてくれないのかな、その辺もよくわかんないが、タゲ引いてくれるんだったらめっちゃありがたいけど、引いてくれないんだったら、ちょっと待って、うん、それバグすぎる。今のはひどくないか。ちょ、バグすぎる。それは、バグすぎる。今のはよくない。どうしていいかわかんない。もう今無理すぎじゃない、普通に。これはもう無理だって。てかもうこのもうちょいが一番あれだわ。もう早くやれてほしい。頼む、もうよくないか。諦めてくれ。頼む、もう諦めてくれ。もう早く諦めてくれ。全然ダウンしねえじゃんとか当たってたんだ。当たってないかと思ってた。頼むけど、めちゃくちゃもうちょいなんだよな。もうよくないか。もうよくないか。もうやられてるって。もうやられてるって。もうガチで。あ、来た。てか、あんな感じで開くんだね。オッケー、了解です。長かったー。いい。バーバラのこの音符で回復してから行こう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。